私は、船群で行っておりますが、国の安全保障の対象となる国はもちろん世界に全ての国があって、全方位外交というのは大事なんだけど、まあ、一番優先すべきはやっぱり国境を接する近隣諸国であると。近隣諸国というのは、まあ、日本の場合はロシア、朝鮮半島、中国、まあ、特にこの3つと戦争する可能性は過去にもあったし、これからもあると。しかし日本とエチオピアとはおそらくそういう機会はなかなか出てこないだろう。もちろんベネデラと戦争する場合はないでしょう。アルゼンチンの遠い遠い国とはやらないでしょう。ケニアともやらないでしょう。やはり可能性に一番近いのはロシア、中国、そして朝鮮半島。これが一番、まあ 90% 以上占めるだろうと。こことは常に太い外交のパイプが必要である。これは当然のことだと思います。しかしこのロシアと今敵対心になっちゃった。この NATO 首脳会議出席したいことにおいて、そういう感情の高まりはロシア側にはもう3倍、4倍、5倍となっていると思います。日本側にはないんだけれども、ちょっとした勘違いの発言をすることによって、そういう危機を迎えるようになっていくわけです。何の理由もなく日韓関係もなんとなくいい関係ではない。何かといえば対立したように映ってくるわけです。しかし我々一人一人の国民は韓国も日本人もそんな気持ちはあまりないわけです。自然とそういう形に流されていくということが一番危険なんです。中国においても相当、田中角栄以後日本のお金は何十兆円という金がいって、そして発展した中国は牙を剥いて睨みつける。しかもこういうものがやっぱり日本の外交戦略の失敗であると、その能力的に負けておるということです。まあ今日は特にその日韓問題について菅沼光弘先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。菅沼でございます。よろしくお願いいたします。今日韓問題いろいろありますけれども、この新しい韓国に新しい政権ができまして、ユン政権。しきりに日本に対して今までムン・ジェイン政権の時に、まあ、最悪の状態まで落ちた日韓関係が好転するような方向のいろんなシグナルがこのユン政権から出されております。で、例えば新しい駐日大使に、これまたユンさんという人ですけれども、大変なこの国際政治学者に、そう日本の大使に持ってくるとまあいうようなことから始まりまして、まあいろいろで、今まで外務大臣あるいは国防大臣、国防省あるいはその他いろんな大臣も日韓の お話し合いをしようではないかというような動きがいろいろ出ております。で、まあ、これに対して例えば一つ竹島問題というのをあれしますそうですけれども、竹島の問題、そういう動きがある中で竹島に対してその調査船を出すとかなんか叱らんではない、まあ、こういうこの、まあ、その議論では日本の今までに対して、
傷つけるような、日本の感情を傷つけるような行動も実は続いているわけです。で、これはしかし今のユン政権の日本接近の方向といいますのは、まあ日本もそうですけれども、これは強いアメリカの要請なんですね。もちろんのことでありまして、この昔からいろいろ申し上げますけれども、今現在韓国は朝鮮戦争がまだ続いてるんですよ。休戦ライン、休戦月であるというだけで戦闘地域が、こういうので今実はこういう状況の中で韓国の主権を握っているのは在韓米軍司令、韓国の大統領にいろんなあれはないわけ。そして今この日韓関係もそうですけれども、実はずっと見てますとそうですけど、これはアメリカの意向次第だ。アメリカによって日韓関係が悪くなっていることも何回もあるわけ。アメリカによって今日韓、これは優れて北朝鮮の核問題あるいはミサイルの問題よりもさらにもっと言えば、ちょっともっと言えば台湾です。中国問題、この台湾の問題に韓国を何としても入れましょうと。韓国経済にとって中国の存在というのは大変大きな存在である。しかし今そういう韓国に対して台湾海峡の平和と安定と、まあ、いうような文言を米韓のいろんな話し合いの中の矛盾だというような形で、アメリカは韓国を台湾問題の中に絡ませようと。もちろん北朝鮮の問題もそうだよ、中国、まあそういうアメリカの戦略的な、要するに意図から、まあ今言うならば日本と韓国とアメリカ、この3カ国が台湾問題を連携していく必要があると、まあいうような状況なんでしょう。しかしまあ一つ一つ、先ほど申しましたように慰安婦の問題、徴用工の問題、その他その他その他、まあ日韓関係をの要するにあるとまだ一つも解決されてないが、この真の友好関係が出来上がるかどうか、これは別問題であります。今の動きといいますのは、先ほど申し上げた優れてアメリカの対アジア戦略の一環の中で出てきた話で、さてこれに対して今ユン政権が中国の関係をどうする。中国は今しきりに一方で韓国を揺さぶっている。まあこういう状況の中で、まあこれからの韓国の動きというのは大変興味深い動きがありますけれども、しかし我々にとって今先ほどちょうど以前おっしゃったように、韓国は隣の国なんですから、韓国の動向は我が国にとって安全保障上もそうですけれども、あるいは経済的にもそうですけれども、ストレートに影響してくる。したがって我々はもっともっと韓国に対して興味を、しかし同時に今言いましたように日韓関係を知る上では、アメリカのこのアジア政策の方向というものを、これは単に安全保障だけではない、経済的もそうなんです。アメリカは日本の半導体を崩壊させるために韓国の産業を育てたと、まあ、こういうような経緯もある。韓国はかつて経済的には
日本を牽制するためにアメリカはフルに利用する、まあこういうわけで、今度のバイデンさんがこれ来まして、サムソンの新鋭半導体工場をアメリカへ持っていく、現代のその何て言いますかバッテリーの工場を日本アメリカに開設すると、こういうのをバイデンに来てやりましたけれど、これが我が国経済にとってどういう影響があるのか、もう少しよく考えないということで、アメリカとの絡みの中で我々は日韓関係というものをもう少し深く知る必要がある。単に表向きの歴史認識と事実の対立とかなんかっていうようなことばかりに我々は集約して韓国けしからんとばっかり言ったんじゃこれしょうがない、まあそういう形でよく話しなくちゃいけないと。この日韓関係って言いますのは昨日今日の問題ではないわけで、まあ言うなれば李朝500年以来いろんな歴史的な経緯があるわけでありますから、そう簡単にないわけで、したがってそういうことを含めて今我々は日韓関係をもう少し歴史的に、もう少し戦略的に、もう少し地政学的に、そしてアメリカを含めた要するに世界の経済、まあいうようなことをしながら日韓関係というものを考えなきゃいけない、まあいうことであります。以上でございます。はい、ありがとうございます。やはり隣国韓国、朝鮮半島、これは対馬五島列島が国境になるとするならば、ここは対立の国境じゃなく交流の国境に変えなきゃいけない。そして朝鮮半島統一、その朝鮮と日本の同盟を考えるべきだと思います。